はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、サイコブレイク続きをプレイしていきたいと思います。はい、ということで続き、そうですね、やっていきましょうか。あー、やだな、絶対金庫と戦うなんけん。ふぅ、いっか。あー、よし、戻ってきました。あー、もうやだ、なんで勝手に開いた、ここ。ここ何だったっけ、何ここ。え、お、なんかある。おー、手榴弾ゲット。はい、さあこの先もう絶対いること分かってるのに行かなきゃいけないっていう。わー、やだー、こっちから来たのか。ってことはこっちか。あれ？あ、さっきのとこに行けばいいの？うわ、マジで怖い。怖いというか。違う違う違う。どうなってんの、先。うわー、マジで行きたくないよ。これにしとこう。よし、もう戻れなくなった。あー、もう絶対戦わなきゃいけない。あー、やだー、もう なんかあるし、こっちは あるね。解除しとこう。 OK。 ここは何もないのか。こっちは、あ、ロックされてる。なんかしゃがんでる、あれ、なんだあれ、どうなってんの。なんか良くないね、あれ。なんだこいつ。ああ、吹っ飛んでくれた。ああ、ちょっと待って、ちょっと、ああ、なるほどね。ああ、痛い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 。理解するまでにちょっと時間かかったな。あ、チーズ手に入れた。なんもないんかい。OK。回復しといた方がいいかな。あ、自販がある。ダメか。OK。いろいろ拾えた。あ、こっちにもある。よし、めちゃめちゃあるやん。めちゃめちゃあるやんけどさ、この先なんかありますよ的な感じやね。じゃあ、おお、危ねえ危ねえ危ねえ。あれ、爆発パターンなの。戦う前にさ、こんなに食らっちゃダメでしょ。ああ、死んでるよ。っていうか、ああいう敵が出てきますよってことか。
爆発物持った、なんか、爆発物持ったやつが出てきますよフラグか、これ。もう何もない?何もないね。オッケー。じゃあ進みましょう。やだねー。っていうか、回復しとくか。もったいないけど。さあ、こっから。もうすぐあいつと戦うかと思ったら、なんか、何?ここはどこ?うわ、こ、あ!オッケー。オッケー。そして、この中には何もない。ああ、ジェルゲット。ああ、こっちにもあった。わあ、なんかいろいろと揃えられるってことはやっぱそうだな。絶対来るな。もう。なんかジェルいっぱいあるの。ここは?ここはもうないのか。ジョセフ。ジョセフ?なんでジョセフって思ったん?本当にジョセフか?お、ジョセフじゃないだろ。絶対に。本当にジョセフだったか?そんなに美味しくなさそうだな。なんかパンとか缶詰あるけど、そんなに美味しくなさそうとか言ってダメか。とりあえずあいつは出てくるんだろうね。いつ出てくるんだ。もう出てくんのかね。何?あ、ジョセフ!いや、なんかと戦いようやん。うわー、女性、あ、あ、ルビク。うーったく、今度はなんだ。あー、やばい。あ、くそ。とりあえず片っ端から解除していこう。絶対に引っかかりたくないけ。なに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 、なんだこれ、なんですかこれ。なんか動きようけど、なになにあれ。え?なんか見つかってやばそうだけどさ。どうすんの?狙えってこと?ルンガみたいなやつ。え?どうしたらいいんだろう?どうすんだ?意味わかんない。あー、下手くそ。あー、下手くそ。めちゃめちゃ下手くそ。いや、当たっ、意味ないな。え、これめちゃめちゃ無駄打ちしてた?もしかして。これ抜けりゃいいってやつ?抜けりゃいいって話?
危な、まあ、たま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 だったな。危ねえ、あっちおい、おそんなのありかよ。なんか木を、なんか木を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 、こっちよくないな。こっちじゃなかった。いやなんかめちゃめちゃ引っかかってるけど、引っかかったことになっ、あ引っかかった、あこういう感じになるのねたまたま引っかかってなかったら、引っかかってなかっただけか。すごい噛み方したな今。やばいやばいやばい、間違えた、もう とりあえずこれ解除して、ここを解除して、ここ一気に行こう。ほんで、オッケー。やばいやばいやばい。危な。これなん、どこでどこでって、あ、危ない危ない。ここじゃないのか。あ、時間ね。すごいことなってんな。もう行こ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 う。早く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 、痛い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 。もう無視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 。もう知らん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 、すんげえ手めり込んでるけど知らん。 OK、 開いた。あいつ最後に最後にやっていきやがった。っていうかこれの止め方なんかないの。なんで取れない。オッケー、やばいやばいやばい、なんかピッピピッピ言ってた。もういいや、ちょっと待って、こっち行かして。まずはあの金庫野郎は逆方向行ったから。オッケー、すごいね、いろんなやつがこのなんかゲームみたいな挑戦してんのか。あ、まあいいや。オッケー。ショットガンは、あ、ショットガン2発あるからショットガン撃ってみよう。ショットガンで、もう試せなくなってる。壊せたのかな、ショットガンで。どうしよう、なんか無駄打ち、無駄打ちしたくないな。でもここに戻ってくること多分ないだろうから。
どうする、無駄打ち2発するか。ごめんね。オッケー、ごめんね、無駄打ちの的にしてしまって。よし、じゃあとりあえず行こう。こっから行ったら、これジョセフじゃないよね。ジョセフじゃないね。オッケー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 。ジョセフは逃げ切れればいいんやけど。あー寒い。あー、ジョセフ。うわー危ねえ。いや待って、よくない、よくないね。またお前か。よくないよ。ちょっと待ってくれ。ちょちょちょ、なんで走らないの。いやー、どうしよう、こんな狭い中戦うの、死んじゃうよ、死んじゃうって。いた、うう、ああいつも死んだんじゃない。ちょっとちょっと待ってくれ。よし、どう？お、マジ？いやー出てきたね。あ、いた！どうしたらいいの？まだいたのかよ。ちょっと、ちょっと待ってくれ。よし、これどうしたらいいんだよ、教えてくれ誰か。やばい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 、距離取って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 。どう？なんか殴られた。ちょっと待って待って。ちょ、いや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 、ちょっと待ってくれ。もうやだ。なんか銃の弾取れなかったけど。あれ、これ逃げればよかったのか、もしかして。ふう。電気ついた。電気ついたというよりなんか別の場所になった。なんだここ。ん？何にもないのかよ。っていうかショットガンの弾はいっぱいあったね。あ、アガニだ、使ったのは。ああごめんなさい。OK。キッドを探さないと。キッドを探すのはいいけどさ、あいつさ、一生回復というか、あ、
いた。リッドは無事か。レスリーに一体何があるんだ。レスリーと一緒って何してんの。なんか公園みたいなとこ行きようけど。早く合流したい。みんなで倒そう。金庫はもう1対1をなしにして。マジでもういいよ。もう1対1十分見たでしょ。ジョセフさ、どこ行ったん。ジョセフよ、2人で倒そうよ。マジで1対1マジでなしにしてほしい。ジョセフ、なんとかしてくれ。ジョセフ一緒に倒そう。頼むから。あれ、もしかしてもう終わり。外出られたけど。レスリーはお家帰れる。電車に乗ったらレスリー帰れる。なんで電車。いいえ、今日は帰れない。僕を守ってくれる。もちろん、それが任務よ。よかった。帰ったらきっとみんなびっくり、うん、え、止まった。時が止まった。っていうか雨だったのがシャボン玉になった。え、あなたは悪くない。ごめんね。何してんだよ。あなたは分かってない。彼が何になるのか分かってる。この目で見た。ルビックの目的を分かってない。なら教えろ、奴の目的は。レスリーよ。レスリー、彼を理科の実験に使うのか。レスリーって何、どうなる。大事な任務、彼にこの子は渡せない。レスリーだけが唯一。うわ、あ、撃たれた。あいつマジでキッド。最悪やん。おい、終わった。なんでここで終わるの。お、嘘だろ。ってことは金庫あんまり出てこなかったな。一回死んだだけでよかったのか。ちょっと待って。どうしよう。いや、あまりにも短いな。はい、ということで、そうですね、一旦とりあえずセーブしてきて、次のチャプターの霧のいいとこまで進みます。はい、じゃあ一旦セーブします。はい、セーブしてきました。じゃあ次のネクストチャプターで進みたいと思います。すげえな、セーブ発車。ようあんなんで生きとったな。ジョセフ、生きててくれ。いや、マジでそれ。ジョセフよ、これ怪しいね。下誰かいるんじゃない。なんならさ、下にはあの金庫野郎がいるとちょっと思ってますんで。だってあいつどこでも出てくるし。金庫野郎いるんだろうな。ゆっくり進みますね。誰もいないのか。あれ？意
外と誰もいない。お、あ、危ない危ない、こういうの大事。こういうの大事だけど、あ、進めるとこある。うっ、危ねえ危ねえ危ねえ。はい、ギリギリでもなかった、いいね。よし、いい感じ。何もないんかい。お、どうやって入ってたの。明らかに入る感じではないけど。一個だけか。まあ一個あっただけでもありがたいな。あ、あ、使っとくべきよね。使っとくべきよね。いや絶対使うべき。今ここで使うべき。なんかめちゃめちゃ増えた感じがする。いやもう絶対すぐ使っとくべきよ、こういうのは。よし、上限が増えた。マッチはフル、いいね。ジェルゲット、そして地図、謎の地図。これ全部で手に入れたらなんかあるのかね。多分全部は手に入れてないんでしょうけど。さあ、ここの下は、あ、セーブされたってことはいるかも。よし、あ、こっちも行くとこあるの。あ、セーブポイント。マイラがセバスチャンに残した手紙。親愛のセバスチャンへ。あなたがこの手紙を読んでいるということは、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。それはつまり私が真相に近づきすぎたということ。そしてあなたには二度と会えないかもしれない。あなたに隠し続けてきたことを許して。でもそれはあなたを守るため、事件の真相から、私の狂気から、私が調べた操作ファイルのコピーを同封したわ。これがあなたの手に届くことがないように願っている。でももしそうなった時にはあなたに全てを託すわ。お願い、なすべきことを行って、リリーのために、そして私のためにも。あなたを心から愛してる、マイラ。はい、じゃあ能力上げに行きますか。あー、グリーンジェルを使ったらいかが。そのつもりで来ました。オッケー。近接は上げといた方がいいのかね。銃のダメージいるのかな。いやー、もう上げられないのか。ここら辺は他のところは別にそんなにだな。今んとこ困っとることは別にないな。あー、マインボルト、これは増やしとった方がいいかも。上げられないのか。もうフリーズが広範囲、そうね、ここら辺やな。
フリーズの広範囲を上げるか。フリーズの範囲を上げ、あ、でもショックの方がいいのかな。いや、フリーズにしよう。OK。あと250しか入っ、余ってないけど。よし。で、新聞とかあるかな？あ、あるね。オフィスビルが、炎上。国外情報機関の関連施設が炎上。犯人逮捕。コミュニティセンターの入ったビルが全焼。当該施設には国外情報機関による偽装ではないことの疑いがあった。イバン・デイエス。自称ジャーナリスト。自称取材に出たまま戻らず。エル・クリバー村でカメラと、取材手帳を発見。こんなやつ出てきたっけ？鍵あったかな？持ってないような気がしたけど。なんかほんとだんだんボロボロになってきような。あれ？これ毎回言ってるような気がするけど。取れない。あ、取れないね。これは？これも取れない。じゃあ、いっか。じゃあ、セーブだけしてこよう。はい、セーブしてきました。とりあえず戻りますね。ここで終わるとなんか中途半端だな。このチャプターが短かったらいいな。この、なんだっけ、13だっけ、14だっけ。あー！女子弁は入れないのか。男子弁だけ。はっはっ。え？うわ。うわうわうわ。無駄打ち。よし。一発無駄に撃っちゃったな。え、これ解除できないの？めちゃめちゃ撃ってんじゃん。食らうしかないのか。あ、わかった。今頃だけどやり方わかった。わかったって言って全部食らってんじゃない。何してんの。やり直したい。分かったって言って全部食らったのやり直したい。まあ多分死んだら戻ってくるでしょ。多分一発でいけるとは限る、一発でいけるとは思えないから僕の実力で。っていうか上限上げててよかった。上げてなかったら今頃死んでんな。いるね。いたわ。目の前いたわ。ひぃ！ひぃ！
オッケー。さあこの先いるのかね。ちょ、瓶持っとこ。いたールビク偽物、偽ルビクがいた。わあ、ルビク偽物さ、上がってきようやん。これどうしよう。あ、いいね、このままやり過ごせる。あ、登ってはこれないんだ、あいつ。っていうか、スナイパーで撃つか。4発しかないけど。ああ、あいつ意外と意外とアホな気がする。このまま行けばいいんじゃない。ちまって、あそこなんか貼り付けられるおるけど。え、ちょっと危ない。はい、ギリ。早く開けてくれ。 OK、 セーブできなくなったけど多分戻れないんでしょ。ほら、戻れなくなった。よし、ここからどうなるんだろう。何これ、どういうこと。これも手で開けんのか。すげえな。めちゃめちゃ人いんな。とりあえずこっち入るか。スナイパーの弾。スナイパーで狙えってこと。え、ちょっと待って。なんか違うやつ当たってない。やばい。いや、やばい。なんかやばい。めちゃめちゃ使ってっけど。やばい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 、めちゃめちゃ使ってる。いやー、これ絶対間違いだろ、この進み方。いた。おい、ふざけんなお前。やばい、あと3発しかない。やばい、間違えた。ひぃひぃ、いた。あいつマジで覚えとけよ。おい、なんか引っかかってくれとおきよかったけどさ。
よし。よし。はい、ゼロ発。開いた！やばい、間違えた。あー、死んだなるほど。でもね、生き方はね、わかんない。こっからね。はい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 。でもなんか、なんとかしたら強行突破できそうだったの。まず、これでいこう。あいつをまず狙って。あいつ頭あんのか。なんで外すん。頭じゃないもんね、これ。あ、めんどくせえことになった。落ちるな。あー、もううざい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 。いやー、え、何で死んだの。でもまあ、マシンガンで死んだんだろうけど、とりあえず、あの、偽ルビク、マシンガンを先に倒せばいいのか。そうしよう。OK。偽ルビクと、サブマシンガン。あの二人を先に倒して、あとのやつは近接しかないから。あいつね。オッケー。気づいた？気づいてない。目の前で敵殺されて何にも思わないのか。味方か。よし、完璧じゃない今のところ。オッケー。そしてこいつらゆっくり。え、あ、こっち死なないのか。うざっ。てか、スナイパーは別にいるのね。スナイパー別にいたのね。はい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 。わかりましたわかりました。スナイパー別ね。はいはいはい。
ってあいつマジで。ああもううざい、普通にうざい、うざい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 。弾めっちゃ使うなここ。近いんだよ。死んだのかあいつ。何してんだあいつ。あいつあいつ何、あショットガンか。これかっこよくさ、なんかキルしていったらいいんだろうけどね。スニークしていったらかっこよってなるんだろうけど、そんな技術は僕にはありません。はい、さよなら。で、これを解除したら、あ、こいつが、え、これどうなる？いや、生きてんな。生きてたわ、普通に。OK。生きてたけど、あー、弾がないよー。これやばいんじゃない？OK。回復使っとこ。怖い。ああ。燃やしてでこいつ使えばいい。弾落としとけよ。でこのところにこんなものあるの、危な。よし、ふっふっ。あ違う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 、燃やせ燃やせ。あれスナイパーじゃない？あれスナイパーだね。いやーあれスナイパーだわ。どうするよ。オッケーオッケー。早く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 。あーちょっとちょっとちょっと、おお嘘だろ、最悪。オッケーオッケーじゃないけど使う。その場しのぎで使ってんな。
大丈夫か、大丈夫じゃないよなこれ。弾が弾がないぞ。絶対こんな進み方じゃないと思う。わあ、あそこにあるね仕掛けが。ふっ、普通にいたわ。どうするよ。これどうしたらいいの？いやもういいよ、来なくていいよ。どっか行けよ、早くどっか行けって。オッケー。あーやばいなんだこれ危ない。こういうやり方？もう、うわ、またこっからか。はい、じゃあさっきの電車のあたりまで進めておきます。はい、戻ってきました。ここまで。とりあえず。あいつを倒してですね、先に進みたいと思いますけども、もう爆発に巻き込まれたくない。爆発しても気づかないって意味わからんけどね。やべ、見つかった。やばい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 。やばい。あいや。オッケー。もう。まだ生きてる。開いた。もう、あ、最悪。あー、またか。もう、はい、戻ってきました。ここに帰ってくるまでに何回か死んでます。はい、じゃあスタートします。もう死ぬほど死んだ。とりあえずもう死にたくない。ていうか、ピン投げたらあれ処理できるのか。いやもういいな、一旦。一旦いいや。いや、痛い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 、瓦礫が落ちてきた今。まあ、一発無駄になるけどもいい。そんなことはどうでもいい。生き残るためや。オッケー。
ちは何もないからいいや。命大事に。オッケー。弾ゲット、ジェルゲット、よし。あー、やっと先に進める。おっと、ジェルあるやん。弾とかはないね。オッケー。なんか嫌な予感がする。めちゃめちゃなんか出てきそうやけど。とりあえず行くしかないな。ああこういう感じになってんのね。すんげえな。間違えた。ああ大丈夫なのかこれ。途中で落ちそうだけど。現れんな突然。びっくりした。もう OK、 もう何もいない。何もいないね。 OK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 。何これ。あ、燃やすんだ。なんか皮膚みたいで嫌だな。何の音ですか。いやもう良くないやつがいるね。出てくる前にやってしまうか。仕掛けがある。よし。あ、めちゃめちゃいっぱいあるやん。大事じゃないこういうの。うわ、ちょっともう気づくの遅かった。強そう。よし。いやもう吊るされてるじゃん。オッケー。いや死んでない。頭狙ってるんだろう。狙ってるだろう。なになに、え、死んだ。よし、こいつやばいな。あんまり出てこられるとやばいな。てかめちゃめちゃ銃の弾使った。やばい。弾が
全然ない。ちょ待ってね。生きてるの？生きてなさそう。無駄一発、たまー一発無駄にした。ここ、なに、このビリ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 。おい、お前、起きてからさ、このビリビリ当たってくれん？どうなってんの？ちなみにどうなってんの？どうなるの？死んだ？死んだっぽいね。オッケー。ここはくぐれたとして、こうか。あと4発。こっからなんか出てきそう。なにこれ。なんか電気が出ることによって邪魔してたのか。塞がれた。あの弾欲しい。ネズミちゃん。なんかかわいそうなことしたな。ごめんよ。セバスチャンの手記、2012年2月12月20日か。操作ファイルが届いた後、マイラからの音信は途絶えた。この書類を上の人間に見せるべきか、俺は悩んでいる。マイラが到達した結論は恐ろしいものだった。自分の力ではどうしようもない領域までも行ってしまうかもしれない。ただ一つ言えるのは、リリーの死が事故ではなかったということ。彼らもようやくマイラの失踪も事件と認めたが、俺に関わらせようとしない。俺が家族だからというが、俺が犯人かもしれないとでも思っているんだろう。捜査は取りやめられた。でもそれでも家族のために俺は一人でも探し続ける。お前らどこ行ったんだろう。ああ。さあ戻ってきた。何？なんで2周したの？お隣さんいる？いないのか。ボロボロだな、毎回毎回。何ですか？何かお忘れですか？え、ちょっと待って。あの看護師さん。グエフリン。でも彼女は。タティアナ・グティエレス。ビーコン精神病院の看護師。勤務時間中に院内から失踪。正門を通過した形跡なし。え？でも。あ、いなくなってる。え？怖っ。こっちにいるんでしょ？さすがに。いなくなった。ついにあの看護師さんもいなくなった。鍵じわゼロ。あ、ここに。たまないかな。たまなかったっけ。オッケー。
オッケー。うわー、ついにあの看護師さんもいなくなった。タティアナやったっけ。はい、じゃあ一旦セーブしてきます。はい、セーブしてきました。じゃあこれで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価、あとベルマークの通知をよろしくお願いします。じゃあこれで失礼します。さようなら。